はい、皆さんこんにちは。チャンネルガットの時間です。大事です。よろしくお願いします。今日はですね、麻布十番に来てます。はい、こちら麻布十番。はい、これからね、何をするのかと言いますと、僕はね、YouTube を始めるきっかけになったとも言っても過言ではない、ラファエルさんの、小麦の禁断症状というカレーパン屋さん、そちらを、これから取りに行ってみたいなと思いますので、どうぞお楽しみにしてください。こんにちは。すいません、これはメニューですか？初めて来て、はい、埼玉からわざわざ買いに来ました。ありがとうございます、はい、一番のおすすめはどれなんですかね？一応まず当店の説明をあ、はい、お願いします、はい。7種類、今種類がありまして、はい、丸い形のカレーパンが 1,2,3,4,5 個、はい、で細長い形のカレーパンが究極と至高のカレーパンになっております。はい、なるほど。細長い方がちょっと気持ち辛めのものになってまして、うん、こちらで言うとここにあるこれだ。これですね。こちらとこれですね。はい。すごい美味しそう。これも全部お店で手作りなんですよね。ね、こちらで作ってるんですよね。はい。やっと来れたんです。本当に来たかったんですけど、遠かったもので。そうですよね。わざわざ。すいません。じゃあどうしようかな。じゃあ普通のカレーパン、禁断のカレーパンを3つと。あと究極のカレーパンと至高は何が違うんだ？究極と至高、こちらが究極、こっちが究極で向こう側が至高のカレーパン、こっちが長いやつがね。そうです、はい、こちらの方が少し辛めになっていて、はい、でこちらの方がこちらの辛さよりもう少しマシな辛さになっています。マシな辛さ。そうです。でもこちらの方が食べやすい辛さなので、そこまでなんか辛いのが苦手な方でも全然食べられる、はい、じゃあ1本ずついただいて、少し飲まれました。あとじゃあなんか違うのももう2つぐらい買っていきたいなと思うんで。そうですね、なんか珍しいものといったグラタンのカレーのパンになってて、カレーパンなんですか？グラタンの。カレーパンではなくてグラタンの、グラタンの、はいはい、ちょうど最近できたばっかりで、はい、あ、カニの風味のする、じゃあそのチーズが多めのグラタンになってます。はい、じゃあそのグラタンパンを2つ、はい、以上でお願いします。はい、はい、かしこまりました。いや、こんな感じですよ。初めて、やっと来れましたね。はい、すいません、ありがとうございます。はい、もうちょっと楽しみにして食べていますんで。はい、すいません、ありがとうございます。よいしょ。こんな感じで、こんな感じで今買いましたんで、はい、これは後ほど実食したいと思います。はい、それではですね、先ほど買ってきた、こちらですね、小麦の禁断症状のカレーパンをさくちゃんと合流したんで食べていきたいと思います。まずはさくちゃん、はい、普通のカレーパンっていうのが何も書いてない紙、ちっちゃい丸い、ちっちゃい丸いやつ、これ、そこを下に、あ、それじゃない、こっち側の左側のやつ、はい、それをね食べてみてください。それね、それカレーパンですね。カレーパン、はい、じゃあちょっとじゃあさくちゃん早速ですけど食べてみてください。はい、いただきます。はい、カレーパン。うん、うん、外サクサクの中がめちゃめちゃ濃厚なカレーです。あ、本当に、うん、本当、うわ、よかった。うまい、うまい、確かに禁断症状って書いてある。はい、YouTuber のもう有名 YouTuber ラファエルさんのお店ですから、うまい、うまい、はい、じゃあちょっとさくちゃんカメラ渡すんでちょっと変わってもらって、はい、俺あの至高のやつを、この至高のカレーパンっていうか至高のカレーパン、ね、こちらをちょっといただいてみたい。ちょっと
あのサクサクが残ってて口むせちゃってごめんなさい。いただきます。これね、至高のカレーパン。はい、いってらっしゃい。うん、うん、うまいな。いや、うまいっすわ。パンもすごい美味しい。ねえ、こんだけ美味しいカレーパンもなかなかない。あ、これうまいわ。うん、うん、美味しい感想が美味しいだけになってますよ。いや、あのねちょっと辛めだっつったんだけど、はいはい、ちょっと、まあ、そっち食べてないから分かんないんですけど、うん、さっきちゃんの言った通り、もう外の生地、パンの部分がめちゃくちゃ美味しい、うん、美味しいですね。美味しい、絶妙なバランスだね。はい、うん、ぜひちょっとこの後ちんちゃんがあのちょっとグラタンパンがあるんで、それを食べてる姿だけちょっと挟んで。なるほど。はい、ちんちゃんがこれからグラタンパン食べます。じゃあちょっとあのちんちゃんグラタンパン、あのラファエルさんのお店のグラタンパンね。わ、すごい。マジ、これなんかもう揚げたて感かな。あ、もう食べて食べて、めじうまいから。マジ、はい、マジうまいから。グラタンパン、うまそう。うん、うまくない。おいしい。これグラタンぎっしり入ってるし、ね、美味しいでしょ。あと生地もサクサクですね。はい、そうなんですよ。あ、これ間違いないですね。うまい。うん、よかった。はい、じゃあちんちゃんの食べた模様はこんな感じです。またはい、というわけでちんちゃんの反応はそんな感じでした、はい、ではね、あのまた、ぜひね、皆さんこれ、概要欄に貼っときますんで、こちら小麦の禁断症状ね、はい、はい、こちらもしよかったら一度、ま、騙されたと思って食べに行ってみてください、はい、それではチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。またお会いしましょう。ありがとうございます。今こそ掴み取れ熱く燃える